こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は短期留学が必須の大学に所属しています。もともと留学に行きたくて、プロ大学を選んだこともあり、どうしても留学に行きたいです。3年生の夏から4ヶ月留学に行った場合、就活には間に合いますか？こちらに回答していきたいと思います。この質問、今年かなり受けています。3年生の夏からとか、秋からとか、冬からとか、質問の時期は結構バラバラなんですが、回答は一緒なので、すべてまとめて回答します。まず、3ヶ月から半年ぐらいの短期留学に行く場合、3年生の5月までに日本に帰ってくれば、就活には間に合います。サマーインターンの選考、つまりエントリーシートや面接ですね。そういったものは、だいたい3年生の5月から7月に行われて、実際のサマーインターンが8月、ないしは9月に行われるためです。あるいは、サマーインターンはそもそも選考直結ではないため、行かないというふうに決めて、冬インターンの選考が始まる11月までに帰ってくるという選択肢もあります。ただし、この場合は、サマーインターンでの選考で、エントリーシートや面接などの本番型の練習をせずに、いきなり実際の就活に入るということになります。冬のインターンは夏のインターンと違い、内定直結型になっているため、実質的には本選考となっていますので、このあたりかなり注意が必要です。ですから、3年生の11月に帰ってくる場合は、留学前の大学1、2年生の段階で、就活準備をしっかり終えているという前提が必要になります。基本的には冬インターンからの早期選考で大手企業のグループ会社から内定をもらえている状態でないと、その後3年生の3月からの本選考で大手企業に挑むことは無謀なので、3年生の11月時点で帰国できていない場合は、大手企業や大手企業のグループ会社、あるいは中堅企業から内定をもらうというのは非常に難しいと思います。その場合は中小企業への就職を目指すか、あるいは就職留年を検討した方が良いでしょう。留学によって留年したということであれば、その留年自体が就活でマイナスの要素になることはありません。またですね、本当は留学したかったのにという悔しい気持ちを抱えている方におすすめなのは、内定を得てから留学に行くというものです。基本的にちゃんと就活準備をしていれば、4年生の6月までには内定が出揃い、就活が終わりますので、4年生の7月からは全ての時間を自由に好きなだけ使うことができるということになります。どうしても留学に行きたいという方は、4年生の7月から短期留学に行くと良いでしょう。ホワイトアカデミーではフルオンラインで就活のサポートを行っておりますので、留学中も空き時間を活用して留学しながら就活準備を進めることも可能です。興味のある方はぜひ一度無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。